難読漢字、簡単には読めない漢字問題が全部で20問。では始めましょう。第1問、この漢字なんと読む？正解はこたつ。暖房用具の一つです。第2問、これなんと読む？正解は一別。ちらっと見ることです。第3問、この漢字なんと読むでしょう？正解は矜持、誇り、プライドのことです。第4問、この漢字なんと読むでしょう？正解はわきまえる、物事の是非などを判別する、心得るということです。第5問、これなんと読む？正解は進言、戒めの言葉です。第6問、この漢字なんと読むでしょう？正解はいよいよ、ますます、ついに、確かにという意味です。第7問、この漢字なんと読む？正解はつましい、質素だという意味です。第8問、これなんと読むでしょう？正解は乖離、離れることです。第9問、この漢字なんと読む？正解はうずくまる、体を丸くしてしゃがむことです。第10問、この漢字なんて読むでしょう？正解はこもる、中に入ったまま外に出ないでいることです。第11問、この漢字なんて読むでしょう？正解は面影、心に浮かぶ姿です。第12問、これなんと読むでしょう？正解は照明、澄み切って明るいことです。第13問、この漢字なんと読みますか？
正解はでっち。昔職人商人の家に年季奉公した少年です。第14問、この漢字何と読むの？正解は忌憚。言うのを遠慮することです。第15問、この漢字何と読むの？正解は顛末。ことの一部始終、いきさつです。第16問、この漢字何と読む？正解は読まいごと。無意味な愚痴をダラダラ言うことです。第17問、これ何と読むでしょう？正解は田中。家を借りている人、借家人です。第18問、この漢字何と読むでしょう？正解は裁く。混乱したものを解き分けて整理することです。第19問、これ何と読む？正解は寝釈。控えめにすること、遠慮です。第20問、最後の問題です。この漢字何と読む？正解はこだわる。一つのことについて強く思い入れたり執着したりすることです。